これ見たことありますね、あのテレビこの辺とかは普通にあの、まあ、救助に必要するノコギリとか、でこれが防弾チョッキ、まあ、これについてあのこう前を照らして、はい、始まりました、スピチューブね。今日はね、岡山のね、駅前の、イオン倉敷、イオン岡山までに行くね、道なんですけど、あの地下道にね、あの自衛隊の展示展をやってるってことで、ちょっとね、行ってみようかなっていう感じで行ってきてます。ジャッキーみたいな感じになるんです、はい、どれぐらいの これぐらいですか、高さ的には。あ、これベスト、これ見たことありますね、あのテレビであのマビの時に、あ、ね、はい、あのボートを乗ってる人が、はい、あのボート、はい、へえ、これサイズとかも調節でいろいろあるんですかね。サイズは基本的に、まあ、ここで調整するんで、あ、はい、基本でフリーサイズ、フリーサイズだと思います、はい、この辺とかは、まあ、普通にあの、まあ、救助に必要するノコギリとか、あとはなんかドアがあったり、おお、これでそうですね、木材とか切ったり、で一番奥の、まあ、川に入っている、これはあれですね、斧、斧、はい、だからこれも全部支給されるっていうか、その時のファースト、この中に全部入ってます、はい、ああ、はい、もう常に持つことができるんだ。それともあのその時だけ、そうですね、倉庫に保管して、で実際にあの要員がですね出るときに持っていくってことです。ああ、なるほど、さっきこのやつがこの中に入ってるって、はい、すごい、まあ、あとは個人的な食べ物とかもう自分で、はい、そうです、はい、これがあの一般隊員がかぶる実際の鉄棒です、はい、普通の一般のヘルメットよりは頑丈です、はい、でこれがの防弾チョッキ、あ、もうこれがあれですよね、あのイラクとかサマーとか、そうですね、はい、そうです、この中にプレートとか入れたりするんですか。そうです、さらに軍とかよく、あ、ですよね、はい、さらにこれに、はい、今入ってない状態、バイク用のヘルメットで、その後ろにある警察用バイク、あ、はいはいはい、このバイクは基本的に警察用バイクで、はいはい、まあ、舞台を警察用に使うです、ね、要は人が入った車両が入っていけないということがありますよ、はいはいはい、まあ、そういったのを、まあ、実際の選挙とかそういった資材で入っていく。ここは何を、無線機、あ、無線機、この上は、まあ、こういった、あ、なるほど、小さいバージョンなんですけど、そういうのを取り付けたりして、無線機こっち側なんですね、ですこっち側だめです、はい、まあ、夜間訓練の時はもうとあの切り、あ、切れるんですね、切って でこれをつけて、あ、まあ、これについてあのこう前を照らしてこう行くっていう感覚で、あ、ここに何かいますよって、あんま相手に見つかるぐらいの感覚な、 あなるほど、形がやっぱそうもうこの自分の視界っていうか進む、そうそうそう、というわけでね、自衛隊の、ふれあいフェスティバルの方に行きましたね。基本的にはなんかその災害派遣とかそっち系のジャンルのものがねすごい展示してあって、で今まで知らなかったこととか結構知ることができて、例えば自衛隊のその防弾チョッキとかプレートが入れることができるのが初めて知ったんで、ちょっとびっくりしましたね。はい、いうわけでまたね、イベントがあると思うんでね、ぜひ、自衛隊のホームページでもねチェックして、いろいろね、みんなでねその理解をね深めていきたいなって思います。それではまた。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、
チャンネル登録もよろしく。